から行く場所はピンボールマシンに乗らないといけないの。お先にどうぞ。私は後ろからついていくから。秘密のアジトってカフェ？こっちに着いた。ここだよ。ううん、そうじゃ。こっち。うん、秘密のアジト、文字通りの意味だよ。先にお手本を見せてあげるね。最初はちょっと暗いと思うけど。聞きたいんだけどさ、君が女の子の気を引く方法って大っぴらに後をつけることなの？もう反システム時間になるけど。正確には45分だね。楽しい時間はいつもあっという間に過ぎるもの。そうだろ？クジャクちゃん、君の目って綺麗だよね。故郷はツガンニア？もっとヒントが欲しいのかい？例えば僕がエビキンジンと。花火の目は君ほど鮮やかじゃないけど、曇ってるわけでもないよ。全宇宙で君たちツガンニア人を知らない人なんていると思う？生まれつきの詐欺師で、泥棒で、八方美人で。それか花火に言わせれば、君は夢の中よりもマンホールの中にいる方が似合ってると思うな。あ、ちょうどあそこに一つある。早く行ったら？いや、その必要はないよ。薄暗い場所は僕の気質と合わないからね。やっぱりこの美しき夢の方が僕に合ってるけ。それに雨が降らない。僕の服はとってもデリケートだから、雨風には耐えられないんだ。その減らず口閉じてくれる？クジャクちゃん、もう帰って。花火たち愚者はバカじゃない。カンパニーのワンコとお友達ごっこをするつもりはないの。へえ、その言葉は本当かな？君はカンパニーの人間と友達になったことがないのかい？花火がピノコニーの歴史を知らないとでも思ってるわけ？君たちのくだらない社内政治に花火を巻き込まないで。愚者、この宴に招待された時から君に選択の余地はない。早く誰につくか決めて、何も失わないようにした方がいいよ。分かったようなこと言うんだね。あのファミリーの手番を自分の側に引き入れたみたいな口ぶりだけど。ねえ、何したの？クジャクちゃん、服を脱いでひざまずいて、うーん、カンパニーは絶対にピノコニーを責めたりしませんって。君もう諦めたら？どうせ君たちは他人をチップにすることしかできないんだから。チップにすることの何が悪いんだい？ギャンブルのテーブルではチップだけが損したりしない。ガーデンオブリコレクションも請求列車の人たちもそれをよく分かってる。でも本当に賢い人はそもそもギャンブルには参加しないと思うけど。ほら、花火の方が賢いと思わない？いい？クジャクちゃん、君もパブの招待を受けたことのある人なんだよ。仮面の愚者を仲間に引き入れたいなら頭を使って、笑いの神様が何を求めてるのか考えないと。花火がアドバイスしてあげる。君が誰も説得できないなら、口の聞けない人を仲間にしてみたら？少なくともそういう人なら君に反論しないんじゃないかな。じゃあね。ありがとう。口の聞けない人を仲間にする。本当に面倒だな。どうやらまたファミリーに会わないといけないみたいだ。
こっちに来て。もうすぐだよ。場所でしょ。観光客は本来ここに来ることが許されないの。でも心配しないで、別に危険地帯ってわけじゃないから。ここは黄金の時の教会だと思ってくれればいいよ。私の秘密のアジトはこの中にあるんだ。こっそり中に入ろう。おい、そこの二人、この先はこう…もう見つかっちゃった。そこをどうにかしてもらえない？誰にも迷惑かけたりしないから。ダメだ、上の決まりでドリームメーカー以外は誰であろう。ずいぶん固くなだね。誰だ、聞いたこともない。たとえ夢の主本人がこれ以上小細工しようとしても無駄だ。帰ってくれ。彼を…もしかしたらまたクロックトリックが使えるかもしれない。これ以上小細工しようとしても無駄だ。工事中だから立ち、お前たち何としても俺の自ら面倒を招くと、若くて元気があるのをいいことに、お前のようなルールを無視するか。即戦即決と行こう。大丈夫、問題はない。話し合いましょう。諸悪大佐、お別れの…我々はとうに嵐に踏み入った。守るべき者のために打ち崩せ。始めるか。ルールは破るためにある。まさか負けるとは。これが青春の力なのか。もしあの時の俺にもこんな力。さっさと行け。ようやく通れるようになったのはいいけど、彼ちょっと役に入りすぎじゃない？最終的にこうやって入れるなんて、クロックトリックって不思議だね。諸悪大佐、いい度胸だね。
どんな隙も見逃さない。我に力を。千の鎮気を持って一心同期。ルールは破るためにある。自分の意志で結末にたどり着いてみせる。この機会を逃すな。和をもって尊しとなす諸悪退散。お別れの時だ。ルールは破るためにある。我に力を。客をもてなさないと。ここから先は道がないから、ドリームメーカーの道具を借りるの。これからやることは君の想像を超えてるかも。修繕してるんだ。不思議だよね。て、ブローニュ、刮目しても。気迫を示せ。ロックオン。うないたまえ。己を解き放つ。反抗、陽動、霊落。天の鎮気を持って一心同期。一気に片付けましょう、諸悪退散。亡者再臨。避け。すっきりした。代価を払ってもらう。我に力を。飲んでる。輪を持って尊しとなす。はっ。こっからが本番だよ。もっと己を解き放つ。反抗、陽動、霊落。食材の時だ。我々は塔に嵐に踏み入った。守るべき者のために打ち崩せ。見たな。避けられない一戦。我に力を。この曲は安泰になる。一気に片付けましょう、諸悪退散。あるわけには。いいどき。飲んでる。己を解き放つ。反抗、陽動、霊落。天使を授けん。急がば回れですね。亡者再臨。食材の時だ。
代価を払ってもらう。我に力を。もっと一気に片付けましょう。諸悪退散。持ってる。己を解き放つ反抗陽動食材の時だ。やっかよ避け。急がば回れで。どんな隙も見逃さない。我に力を。盛り上がってるじゃん。もっと一気に片付けましょう。はあんたはきっと母親より遠くに行ける。そんな感じだね。気迫を決めて向こうの方へ行こう。この己を解き放つ反抗陽動霊楽乗ってる。一気に片付けましょう。諸悪退散。代価を払ってもらう。我に力を。もっと ステージを重ねるほど最高になるんだ。ここから向こう側の建物の屋上に行けるのはちょっとした仕掛けを。いけないんだけど、確かここに隠しておいたはず。出てくるの何度見ても夢っぽいと思う。それじゃあ行こう。破るためにある。
王者再臨。乗ってる？この機会を逃すな。お別れの時だ。我に力を。乗った。己を解き放つ反抗陽動霊落。ステージを重ねるほど最高になるんだ。全体を1。今回は少し複雑な構造だね。よく考えないと。足を踏み入れない開拓地だから。この建物まで一瞬で移動した。現実世界ではありえないよね。あと少しだ。もっと己を解き放つ反抗陽動霊落。即戦即決といこう。自分の意志で結末にたどり着いてみせる。ロックンロール。この曲はルールは破るためにある。乗ってる。己を解き放つ反抗陽動霊落。盛り上がってるじゃん。ハイになれ。始めるか。大丈夫、問題はない。我に力を。我々は塔に嵐に踏み入った。守るべき者のために打ち崩せ。この曲はあんた。もっと この機会を逃すな。解き放つ反抗陽動霊落。ステージを重ねるほど最高になるんだ。
今までと同じだね。もう慣れてきたでしょ。長いことセラーダを飲んでないせいか、それとも誰だ、なんで観光客が、どうやって入り込んだのかは知らないが、代価を払っても、ステージを重ねるほど最高になるんだ。いや、寝て目を覚ました頃には忘れてるに。考え事しながら言っちゃった。
とかできた。ここを通り抜ければもう障害はないはずだよ。